うほいじゅくじゅく長のトメです。今回なんですけれども、こちらいわきのウォータードリップコーヒーサーバーを紹介させていただきます。簡単に言うとアイスコーヒーを作る機械なんですけど、お家で作れるアイスコーヒーって大きく分けて2種類あって、その一つが、まあ、一番代表格なんですけど、まあ、普通にこのドリップをして、この下のサーバーに氷を入れるっていう、いわゆる急冷式のアイスコーヒーと言われてます。で、もう一つ抽出方法がありまして、それがこの水出しのアイスコーヒーですね。お湯を使わずに水だけで抽出する方法なんですけど、その水出しコーヒーには実は2種類の抽出方法があります。で、その水出しの代表格がこちらですね。浸湿タイプ、つけ置きタイプの水出しコーヒーです。こういうフィルターがあって、ここに粉を入れるんですね。で、ゆっくりと水をドリップしてあげて、あとは8時間ぐらい冷蔵庫に置くだけで完成するっていうタイプです。一回動画でもやったの？一回、はい、簡単に紹介させていただきました。で、こっちはつけ置きタイプではなくって、言うたらドリップタイプなんですよね。水をここに入れて、ゆっくりと点滴みたいにポト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 落ちて、その水がここを通って下に落ちていくという、まあ、だからイメージとしては、こっちの方はコーヒーの粉がずっと水に浸かってるんですよね。で、そのコーヒーの粉から水に成分がどんどん出ていってるようなイメージです。まあ、染み出していってるようなイメージですかね。で、こっちはコーヒーの粉があって、その上からポタポタ水が落ちていくので、落ちてきた水がこうコーヒーの成分を掴んで掴んで、ちょっとずつ掴んでいって、最終的にそのまま落ちていくっていうイメージ。この2つの抽出方法によってだいぶ味変わるんですよ。どんな方に変わるの？まあ、どっちも美味しいんですけど、僕が好きなのはこっちの味です。こっちの方が美味しいと思う。どっちも美味しいんですけど、こっちはなんかデメリットの点を挙げようと思ったら何個か上がるんですよ。まず一つは粉っぽくなりやすい、二つ目は渋さが出やすい、三つ目は甘さができらない、四つ目はフレーバーもちょっとできらないところがあるかなと思います。に比べてこっちはあんまり粉っぽくならなくって、コーヒー豆の持ってる甘さとフレーバーが出やすいんですよ。まあ、だから雑味が出にくいっていう言い方もできるかな。あとコーヒーの成分をこうしっかりと抽出してあげることができるのはこっちっていうイメージですかね。で、割と本当は高いんですよ、この点滴式のタイプは。結構カフェとか喫茶店とかでもよくあるやんな。そうそうそう、あの大きいやつとかもあったりとか、あれとかやったら何十万でしたり。マジで？うん。でもこのいわきのウォータードリップサーバーは定価で税込み3630円なんですよ。めっちゃ安い。めっちゃ安いな。しかもデザインがかっこいいですよ。グッドデザインもらってます。まあ、あの味だけで言ったら本当にお店の水出しコーヒーには及ばないんですけど、っていうのは水の出方を早めたりする調整機能がついてたりとか、もっと全体にこう水が行き渡りやすかったりするんですよね。そこまではいかないと思うんですけど、もう十分に多分美味しくできる構造になってるかなと思います。なので今回はこれを実際に開封してみて、抽出の方も行いたいと思います。では行きましょう。はい、ではこちら開けてみようと思います。スタイリッシュなデザインで、しかも水出しコーヒーにしては割とコンパクトかなと思います。おお、かっこいい。で、まあこれが受けですよね。最後に抽出した液体が溜まっていくとこで、でこちらが、よいしょ、結構薄いっすね。こういうことですね。ここに粉を入れて上に乗せて、こっから水をドリップしていくような感じかな。材質は全部一緒？下がガラスになってるのかな。で、この2つがプラスチック。なるほどなるほど。この上の部分が、まあ、こんな感じで水が出てくるところがね、細い穴がついてますね。今日はこれを抽出していくんですが、使うコーヒー豆がカルディさんのコーヒーを使わせてもらいます。カルディさんの中でもすごくフルーティーな味わいのものですね。コロンビアのサントワリオ農園レモンライム製法ってやつ。あ、それ美味しかったやつやな。カルディさんの中でもめちゃめちゃフルーティーな方。お取り寄せのやつや。そうそう、お取り寄せで割といい値段したけど。え、でもアイスコーヒーってなんか深入りのイメージあんねんけど。違う。そうやね、深入りの方が多いかな。でも意見分かれると思うんですけど、水出しコーヒーに関しては深入りよりもちょっとフルーティーなコーヒー豆の方が合うかなと思ってるんです。まあ中入り浅入りぐらいのちょっとフルーティーな豆、それが一番合うかなと思ってます。っていうのは、まあ、急冷式って言われる氷の入ったサーバーの上から普通にあったかいお湯でドリップするタイプのアイスコーヒーっていうのは、特徴としてはその焙煎の香りであったりとか、後口の長さであったりとかっていうのを出すのに適してるんですよね。でも水出しで深入りのコーヒーを入れるとローストの香りが結構消えちゃうんですよ。で、かつ後口の長さもちょっと少なくなっちゃうんですよね。でも浅入りとか中入りのフルーティーなコーヒーを水出しで入れると、豆の持って
ってる甘さであったりとか、もともとのそのフルーティーなフレーバーっていうのをものすごく感じやすくなるんですよ。その代わりボディ感は急冷式で入れるよりもちょっと下がっちゃうんですけど、まあそんな特徴があるんで、僕は水出しコーヒーは中入りか浅入りぐらいで入れるのが一番特徴を引き出せるかなと思います。まあ好みはあるんで、そこはいろいろ試してもらったらいいかなと思います。ちなみに水出しコーヒーの方が長持ちする気がします。入れてから2日間ぐらいは全然美味しいと思います。あ、そうなんだ。お湯で出すとやっぱり劣化が早くなっちゃうんで、ね、そんな感じの点滴式のウォータードリップサーバーで入れていきましょう。では行きましょう。はい、では入れていきたいと思いますが、一応説明書が入ってたので、これのレシピ通りで今回は入れていきたいと思います。粉は中細引きが合うって書いてたんで、中細引きで 40g 引いてます。で、こいつをこのしっかり洗った新品の水出しコーヒーサーバーでここに入れていきますね。はい、まあ5杯分とかでも全然いけそうですね。一応 40g でだいたい4杯分って書かれてるんですけど、もうちょっといけそうですね。で、水をここに入れて、あとはもう勝手に落ちるのを待つだけなんですけど、このまま抽出しちゃうと真ん中にしか水がいかないんですよ。なんかイメージとして小学校とかでさ、夏休みの課題研究とかでさ、アリのセット、はいはいはい、やらんかった。学研とかですね。学研とかの世代感じる砂が入ってて、はいはいはい、でそこにアリ入れたらアリがこう巣を作っていく、巣を作っていく。ああいう風に水が点滴やから落ちていっちゃうね。だから全体にいけへんわけ。だからその砂の層をまずは全体に水垂らしてあげて、慣らしてあげるっていう。わかる？どうしないつらい。いいよ。慣らしてあげるために入れてあげるっていうことです。お水はサントリーの天然水使ってます。あれ結構コーヒーに合うんでおすすめです。で、40g を入れていきますね。見えるかな？なんかこんな感じ。まあ、いいことこう、全体に行き渡りにくいんですよね。うまく行き渡らんときは、なんかこういうヘラかなんかでちょっと混ぜてあげるのもいいと思います。あんまりぐちゃっと混ぜちゃうと雑味が出ちゃうんで気をつけてください。この最初結構重要なんですよ。ちょっと持ってあげるといいかな。もうだいぶ綺麗になってきましたけど、ちょっとここがまだ濡れてないですよね。ちょっとヘラ使ってみます。カッピングスプーンの裏で。で、これで全体がしっかりと水行き渡ったので、最後はこの上のところを平らに必ずしてあげてください。あんまりギュッとしすぎないように。この時に水がちゃんと行き渡ってないと、しっかりと決まった時間つけても全然味が出なかったりするんですよね。ほんとここ重要なので、ここだけしっかりやってもらったら、あとはもう注ぐだけです。では行きましょう。で、この 40g の粉に 40ml の水を入れたんですけど、今から 450ml の水を足していきます。この時点で一応タイマースタートしときましょうか。スタート。そこで回す必要はない。癖やろ。癖で今回してただけ。回さなくていいです。全然関係ないです。よし、450入れました。こっから2時間だけ待ちます。で、ちゃんと蓋をして、これでまあ常温でそのまま抽出していきます。冷蔵庫に入れる必要はないです。冷蔵庫で抽出してしまうと抽出効率が悪くなってしまうので、なるべくまあ常温で抽出していきたいと思います。ちなみにこっちだと8時間ぐらいかかります。では2時間後に味のレビューしていきます。はい、というわけで2時間経ちましたので、こちらの水出しコーヒーが出来上がりました。ここに入ってた水はもう全部落ちきってますね。で、ここはまだ若干落ち続けてるんですが、濃度にはそこまでもう影響しないので、この状態で終わりにします。ちゃんと2時間やってくださいね。1時間とかだけだともうめちゃめちゃ薄くなっちゃうんですけど、もう2時間経ったらもうちょっと残ってても取っていいです。さあ、どんな味わいでしょうか。結構たっぷりできるよね。こんだけ入れてもまだまだ残ってるから。さあ、今回はこのカルディさんのちょっとフルーティーな味わいのコーヒーを入れてみました。で、今回は僕のお気に入りのグラス、ブルーボトルさんのグラスと、このブルーボトルさんの冷たくなるストロー、こちらで飲んでみたいと思います。ではいただきます。おお、おいしい。めっち
ってほしいな、これ。美味しいでしょ。これ僕が言ってた深煎りよりもフルーティーで甘さのあるコーヒー豆の方が合うっていうの分かった。いや、分かった。確かにめっちゃ今分かりやすい例を思いついたんやけど、スターバックスさんって水出しコーヒーと普通のドリップアイスコーヒーがあるわけで、も僕スターバックスさんで飲むアイスコーヒーは水出しコーヒーよりもドリップアイスコーヒーの方が好きなの。あー、なるほど。深煎りやから。深煎りやから。そう、なるほどね。いわゆるスペシャルティーコーヒー専門店みたいな感じのとこって割とどのアイスコーヒーでも浅煎りで出してるところ結構多かったりするんだよね。そういうとこでは水出しコーヒー飲む。あー、それこそ今回豆は違うけど、このブルーボトルコーヒーさん行った時とかは水出しコーヒー絶対頼む。そうそう、だからこういうフルーティーなコーヒーは、ね、結構合うんですよ。しっかり味出てるよね。出てる出てる。しかもこのカルディのレモンライム製法やったっけ、これ結構アイスコーヒー合うな。これ合うでしょ。うん、すっきりする。めっちゃ夏飲みたい。いや、もうこれレモンティー、コーヒーってより確かにレモンティーに近い。うん、美味しい。まあ豆でもそんな高ないよね。これはそうやな。 200g で1500円ぐらい前後。スペシャルティーコーヒー屋さん行ったらもうちょっとするかな、一般的に。だからめちゃくちゃ高い豆使ってるわけじゃないんだけど、フルーティー感がホットで飲んだ時よりも出てました。美味しい。まあ正直僕も今回初めてこの岩木さんのウォータードリップコーヒーサーバーを使わせてもらったんですけど、結構お値段が安かったので、この点滴タイプの水出しコーヒーにしてはね、安かったのでちょっと正直味薄くなったりせえへんかなと思ってたんですよね。でも全然美味しいです。点滴タイプの良さもしっかり出てて濃度もしっかりしてます。で、その説明書に書いてあったレシピ通りにやってちょうど良かったですね。その2時間でもうちょうど味わいがバランスよく出てるっていう感じですかね。雑味も全然感じないですし、すごくいい器具かなと思います。これはもう本当に心からおすすめできる商品ですって今なりました。はいまああのスタイリッシュなデザインで、なんかインテリアとしてもね、置いてたら綺麗に映りますし、で実際入れてみていただいてもめちゃめちゃ美味しく出るので、この商品超おすすめです。概要欄にリンク載せてますんで、気になる方はぜひ購入してみてください。結構他のメーカーも見てんけど、うん、この岩城さんのサーバーの方が結構安かったから、正直これおすすめやな俺も。え、他この点滴タイプの水出しコーヒーってどれぐらいする？どことは言わんけど倍ぐらいするとかある。倍もあるし、もう上は万円だ。こんなのだいぶお得やねん。だいぶ安い。しかもちゃんとここガラスっていう、しかもこれ耐熱ガラスなんで、ホットコーヒーのドリップをこの上でしていただいても全然問題ないんです。では今回はこの辺で終わりたいと思います。動画気に入っていただいた方はチャンネル登録、そして高評価とコメントよろしくお願いします。ありがとうございました。